ブランシャール1785年の英仏、海峡横断飛行の図、ジャンピエール・フランソワ・ブランシャールは、フランスの気球乗り。1785年、気球による、世界初のドーバー海峡横断飛行に成功。パラシュートの先駆者の一人でもある。科学者というよりは、昭曼であった。自称、気球による空の征服者。 フランス北部のウール県レイコールザンドリで千番港の息子として生まれる。若い頃から発明と機械いじりの才能を示し、独学でドライジーネに似た乗り物やオートマタを作った。その後、ガイアール城の水道設備も作った。しかし、彼が真に情熱を抱いていたのは大空の制服であった。6枚の翼と舵を持った。 鳥形をした空飛ぶ船に勢力を注ぎ、1782年3月5日には、公開飛行を試みたが離陸できなかった。モンゴルフィエ兄弟が、熱気球を発明し、二人の志願者を乗せて、友人飛行に成功すると、ブランシャールも翌年には気球に転向した。1784年3月2日には、観衆をシャン・ド・マルス公園に集めて、 直径27フィートの水素気球を飛ばした。この飛行では、彼は早くも気球を操縦することを目論んで釣りかごに、プロペラとオールを装備したのだが、もちろん人力程度では、操縦不能であった。1785年1月、友人にして、パトロンのアメリカ人科学者、ジョン・ジェフリーズと共に、ドーバー海峡の横断飛行に成功した。 用いられた気球は水素気球で所要時間は2時間25分であった。二人はドーバー城から出発した。ブランシャールは今回も気球に火事やプロペラを積み込んだが役には立たなかった。昨日の材質が悪かったためガスが流出して墜落の危機に陥った。二人は高度を稼ぐためにロープ、怒り、そしてプロペラといった装備をすべて投棄し、さらには 衣服も脱ぎ捨てて、かろうじてフランスのパイコールドカレー県、ギュイーヌ森にたどり着いたのだった。この快挙は全ヨーロッパの知るところとなった。ブランシャールは、各国で気球の公開飛行や、1785年に、パラシュートで動物を降下させる実験や、1793年には、自ら破裂した気球から、緊急脱出する実践を行った。なお、ブランシャールは、 パラシュートの発明者を自称していたが、それは正しくない。落下さんは古くは15世紀から構想されており、彼より古い実験者は何人か存在する。フランクフルトで15回目の飛行、ヘントで16回目の飛行。ヘントでは砂袋の量を間違えて高高度に急上昇してしまい、投資と窒息の危険にさらされたが、 朦朧とする意識の中で機能を切り破って降下し、ことなきを得たである。1808年、デンハーグ近郊で66回目の公開飛行の際、ブランシャールは卒中を起こして、高度60フィート以上の空中で倒れた。彼は万全の手当てを受け、フランスに運ばれたがほどなく死亡した。妻のマドレーヌ・ソフィー・アルマンこと、ソフィー・ブランシャールは、 彼の後を引き継いで気球による見せ物飛行を続けたが、その後1819年7月6日に、ブランシャール夫人はパリで追試した。ありがとうございます。